見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。2017年の小室圭さんと真子さんの婚約会見、写真、代表撮影、AFP、アフロ。秋篠宮家の長女真子さんが10月26日、小室圭さんと結婚しました。二人の結婚をめぐっては、圭さんの母親の元婚約者との金銭トラブルが継続的に報じられ、批判の声が高まると同時に、批判のレベルを超えた誹謗中傷も目立ちました。弁護士 .com では、11月2日から5日にかけて登録弁護士にアンケートを実施して、211人から回答が寄せられました。黒丸、世間というわけのわからない意見を無視して、結婚についての感想や皇室、皇族のあり方など、自由回答欄でコメントを募ったところ、内野に害されず、幸せな家庭を築いていって、世間というわけのわからない意見を無視して、など、多くの弁護士が祝福の言葉を寄せました。誹謗中傷にまつわる意見も寄せられています。現在の日本は、誹謗中傷全盛期であると考えており、今後は、開示請求が簡便になったり、ウェブサイトの自主規制の強化や刑事罰の厳罰化などで、徐々にではあるが減少していくと思う。未来には、小室夫婦の批判がとんでもない状況であり、重大な権利侵害であったという世の中になっていくと考える、黒丸、しかるべき説明は必要、という注文も一方で、皇族の立場であった以上、しかるべき説明は必要、という注文もありました。皇族が婚姻することは、全くの自由恋愛とは異なることを、改めて認識することになった。現代における天皇制は、たまたま皇室に生まれた少数の人たちの犠牲のもとに存在する制度であると感じた。真子さんの結婚を機に、新しい皇室のあり方は議論されるべき、という声も出ていました。編集部